海地小学校、中学校、高等学校。海地小学校、中学校、高等学校。海地小学校、中学校、高等学校は、埼玉県埼玉市和槻区大和ざ特力あざ西に所在し、中高一貫教育を提供する、私立小学校、中学校高等学校。 高等学校において、中学校から入学した生徒と高等学校から入学した生徒は3年間別クラスになる、併設型中高一貫校。学校法人会地学園が運営する。栄東、川越東、内市宿徳与野とともに、埼玉市立五三家の一角をなす。また、教育開発を積極的に展開していることも、同校の特徴である。 1983年に開校した埼玉第一高等学校、当初は学校法人三遊学園が運営。1986年5月22日に学校法人東方学園と会唱へ、1997年に併設する形で、開地中学校中高一貫部を設置し、埼玉第一高等学校の校長が開地中学校の校長に就任した。 その後、運営法人を1998年2月12日に、学校法人海地学園に改称。続いて、1999年に、埼玉第一高等学校を海地高等学校、高等部に、改称、中高一貫部と高等部の体制となった。2004年には、海地小学校、総合部、小一から、中二年まで、中三から中高一貫部に、 合流が開校した。高等部、中高一貫部、総合部には教育指針に違いがあることから、それぞれ別の校舎、カリキュラムの下で指導が行われている。このため高等部に入学した生徒が中高一貫部に外申請として編入されることはない。文化祭や体育祭などの学校行事についてもそれぞれ別に開催する。部活動によっては、 中高一貫部と高等部が一緒に活動することがある。埼玉第一高等学校時代から使用されている校舎は現在中高一貫部が使用している。かつては高等部が使用していたが2009年に中高一貫部と校舎を入れ替えた。1997年に中高一貫部が設置された時に新築された校舎は現在高等部が使用している。 総合部が設置された際に新しく総合部校舎が新築された。総合部、中高一貫部、高等部のそれぞれが別々の校舎を使用する。ただし、会地ホール、会地プラザ、体育館、食堂を含めいくつかの施設、教室は共用している。児童生徒の学習発達に合わせて、学年を従来の6.33世ではなく、4.44世を採用している。 プライマリー、セカンダリー、ターシャリーと分かれており、校舎もそれぞれ別の旨としている。ターシャリーは中高一貫部校舎。これは全国の私立小中高等学校の中でも初めての試みである。中学3年生次にターシャリーとして中高一貫部に合流する。小学生の通学には東岩月駅、東川口駅、蓮田駅、 東大宮駅経由と学園間のバスを峠工事に利用することができる。先端クラスと一貫クラスにコースが分かれ、いずれも6年間を2年ごとのステージ1から3に分けてカリキュラムを編成する。心豊かな創造型、発信型の国際的リーダーを育成することを教育目標、最難関大学への全員進学を目指す。教育の体制として、 修熟度別をはじめとする、きめ細かな教科学習、フィールドワークなどを伴う探究、発信型学習、生徒会、部活動などによる自主性育成の3つの柱を据え、南韓大学に対応する創造的学力を要請する。また2014年春から、増築校舎の運営が始まる。放課後補修、夏季、冬季講習、英語。 数学での少人数習熟度別授業など徹底した指導により実力を要請。フィールドワークを伴う探求、発信型学習では各自がテーマを決め、観察、実験、取材などを通して研究を行い、自ら考え自ら学ぶ、創造的学力を養う。進路指導も系統的にきめ細かく行っている。志望学部。 学科を考える機会として4、高1後、高2年生対象に学部学科探求を実施。これは、東京外国語大学、埼玉大学、芝浦工業大学、早稲田大学、東京学芸大学などから講師を招聘する。埼玉第一高校時代は、大学進学者は少なかったが、学校法人会智学園による中高一貫部、高等部の体制となって、 以降、進学実績を伸ばした。2017年、2018年に、東大合格者数が、浦和高校に次ぐ2位となった。特に、中学進学情報雑誌、合格アプローチ編集長の千葉岐阜は、普通、新設の私立学校は受験生に敬遠され、優秀な生徒はそう集まらないとされます。実績が全くない以上、それは、仕方がないことです。 ましてや埼玉県は県立優位の地です。事実、海地中高一貫部も創設当初の偏差値はそれほど高いものではありませんでした。しかし、第一期生が卒業した2003年の大学受験で、早くも東大ほか南関大学に多数の合格者を出し、周囲を驚かせました。入学時の生徒たちの偏差値を考えれば、びっくりするのが当然でしょう。 千葉岐阜2013と述べている。国公立大学に限度を合わせて155名、中高一貫部92名、高等部63名が合格し、その内訳は、東京大学18名、中高一貫部16名、高等部2名、早稲田大学112名、中高一貫部94名、高等部18名、慶応大学58名、中高一貫部52名、 高等部6名などとなっている。東岩月駅の隣駅である、豊原駅からの学校までの距離は、東岩月駅からのそれとあまり変わらないが、通学路として歩道が確保できない、道が複雑に入り組んでわかりにくいなどのため、生徒が豊原駅を通学に使用することは禁止されている。東岩月駅からの通学についても、歩道を十分に確保できているわけではなく、 解決策を模索中である。2015年に学校法人海地学園による学校法人日本橋女学館買収により、海地国際大学、海地日本橋学園中学校、日本橋女学館高等学校が海地学園の系列校となった。これら系列校との交流は教師を除きほぼない。海地中学、高校から、 海地国際大学へ進学を希望する者は現状でほぼいない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。